はい、皆さんこんにちは、こんばんは。第9回の必殺技の紹介はステファン・カリーのムーブになります。今の子はみんな知っているカリーです。もうすごいの通り越してスリーポイントシュートは異次元ですよね。はい、あの近場からも打てて、遠い距離からも打てて、もうあれはすごいですね。 NBA 今までずっと見てきましたが、過去一のスリーポイントシューターだと思っています。結構最近の子はカリーのシュートフォームしているのを見かけたりします。ではそんなカリーの今回紹介する動画を見てみましょう。はい、カーリー対レブロンです。ステップバッククイックスリースパン、綺麗ですね。さすがカリー、美しいですね。左右左右で戻ってクイックスリースパン、綺麗です。では私もやってみます。ドライブして左足で止まって右左右に戻ってクイックスリー、はい、こんな感じです。ではもう一回やってみます。インサイダーとドリブルでドライブして右左右で戻ってクイックスリー、はい、こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。今回のポイントはまずインサイダーアウトドリブルでディフェンスを抜きにかかります。で、左足でストップするときにボールを強くつきます。で、右足左足右足でスリーポイントラインまで戻ります。で、最後にクイックシュートを打ちます。ディフェンスが今回レブロンだったので、ステップバックした際にクイックリリースをしなければおそらく打てなかったと思います。相手ディフェンダーの状況に合わせてクイックシュートにするのか、それとも一度セットしてきっちり打つのか判断することが大切です。まあ、基本的にクイックシュートよりもセットシュートの方が入りますからね。まあ、ディフェンダーによってあの打ち方を変えていくことも大事かと思います。はい、では今回の動画の紹介は以上となります。必殺技の動画をしばらく出していこうかと思いますので、興味を持った方はチャンネル登録よろしくお願いします。